松村塾のカズです。今日はですね、プレゼンテーション面接の攻略法について解説していこうと思います。うちの塾でいろんな生徒さん、プレゼン面接指導しているんですけれど、あなたの面接分かりやすかったですとか、とてもあなたの面接できてますね、たくさん練習したんですかとか、いろんなね、褒めていただける言葉を実際に面接官からいただいたっていう方が、私を教えた受講者の中でたくさんいるんですよ。だからこそですね、秋日程で社会人枠も多くて、プレゼン面接が増える時期だからこそ、今日はですね、私がその面接官から褒められるプレゼンテーションを作り上げていく上で、心がけていること、今日は具体的なテンプレートも用いて解説していこうと思います。まずですね、心がけるべきこと、第一に伝えたいことは、何でもかんでも情報を詰め込みすぎて、この人何をやってきたのかな、何がやりたいのかな、どのようにあなたの経験が活かせるのか、だからこういったところが情報量多すぎて面接官の方がわけわからなくなる。でそういったプレゼンテーション構成作ってる方がとても多いです。自治体ではですね、その複雑な社会課題に対してあなたの職務経験を活かしてどのような貢献ができるかといった、こういったね、普段話し合わないような複雑なテーマに対してあなたがプレゼンするということがあったりするわけなんです。でまずその具体的な取り組みがいくつも挙げられてて、何をするのかわからないし、あとはじゃあその具体的な課題に対する取り組み挙げた上で、あなたの経験どのように活かせるのかっていうところが抽象的になって終わってる方が多いんですよ。でこういうプレゼン聞くとですね、他の受験生と違ってあなたを採用するメリットって結局何ってこうメリット見出せないまま終わっちゃうんですよね。でそれが非常にまずいわけです。なのでですね、ちょっと具体的なテンプレを用いて今から説明しますので、ぜひともプレゼン面接控えてる方はね、ちゃんと聞いてください。まずちょっとこれ今回のお題ですね、あなたの職務経験を生かして将来的にどのような街を実現したいか、はい、こういうプレゼンテーマで、今回はテンプレートを用いて解説していこうと思います。まあ、似たような設問はですね、例えば県庁だと広島県庁が似たようなお題出してますし、まあ、他にも九州のいくつかの自治体も似たようなお題出してたりします。であとね、最近は人物重視になるに従ってこういったプレゼンテーションのお題結構いろんな市町村でも増えていたりしますね。はい。で、例えばね、今説明したこのプレゼンテーションのお題に対して、まずはね、そのちゃんと論点を整理して相手に分かりやすいように資料を作っていくことを心がけなきゃいけないです。まあ、まずその職務経験ですね、例えばね、 A4 2枚にまとめる場合は1枚目こんな構成になります。これまでの職務経験とそこから、そこから得た強みですね。例えばこういうタイトル作った上で、まずはですね、自分の職務経験をこう箇条書きで記載すると。1社目、2社目、いくつか転職歴ある方はですね、1999年から2002年まで、何々株式会社で、何々業務に携わるとか、そういった形で箇条書きで自分の職務経験が面接官に分かりやすいように伝えた上で、1社目の、詳しいその職務内容ですね、例えばポジションとか、そういうところも書いていただきたいかなと思います。管理職として、その店長としてとかね、従業員のマネジメントもしながら店舗運営に従事とか、まあ、そんな感じでね、詳しく1社目2社目の職務内容を記載すると。で、この経験で培った強みってここから大事なんですけど、まず一つ目が事業を改善する力ということで、事業を改善する力を発揮して主体的に取り組んできたエピソードを、簡潔に記載します。で、これイラスト屋のイラストを用いてるんですけど、テキストだけだとね、どうしてもこう味気ない資料になりますので、イラスト屋でも構わないので、何かこう関連する絵を付け加えたりする。これ描ける方はね、描いたりしてもいいです。あとはですね、まあ、ポンチ絵といって、例えばその PDCA サイクルを行っていきましたと、そうやって事業改善する力発揮しましたよって言ったら、よくその PDCA サイクルで使われている絵とかが、Google の画像検索やるとたくさん出てくるんで、それを参考にしてですね、こう矢印がこうぐるぐる回って創意工夫改善するとか、そういったイメージ図が1枚でわかるようなものを付け加えるっていうのも結構大事ですね。はい。で、あとね、2社目でその培った強み、交渉を円滑に進める力。ということで、まあ、ここではね、ちょっとガッツポーズの絵を記載しているだけなんですけれど、
例えばね、その交渉を円滑に進めていく上で、第一にこれやっていく、第二にこれやっていく、最後にこれやっていくとか、やっぱりそういった戦略的に考えている方は、そういった戦略を視覚的に分かるように矢印を用いて、順番立ててね、自分が交渉を進める上での、あの戦略っていうものを分かりやすく記載してもいいかなと思います。はい。で、こんな形でですね、その一社目培ってきた、経験、こんなものあるんですよって視覚的に分かりやすくまとめる。で、二社目も培ってきたことを、こう、分かりやすく、力を発揮し、どんなものを力発揮してきたのかっていうのを記載して、分かりやすくね、この一社目、二社目で、どんな強みを発揮してきたのかっていうのを、記載します。で、まあ、最後に、この一社目、二社目で上げてきた実績を、まあ、それぞれ記載して、一枚目はこれで完了と。はい。で、次に、2枚目でですね、経験生かして、どんな街を作りたいかという構成にしていきます。で、まあ、その時にですね、先ほどのページで記載した強みを、行政機関においてどのように活かせるか具体的な場面を記載します。例えばですね、事業改善をしていく力というのを先ほどの1ページ目に書いておりました。で、そうした場合は、例えばね、事業改善する力どのように活かせるかってなると、その既存の事業も進めている中で、なかなか成果上げてない事業に関して、多角的な視点から改善を図っていくとか、なんかそういった形でですね、この先ほどのページで記載した強みを行政機関でどのように活かせるかっていうところをまずはしっかりと記載していただくというところで、それがかなり大事かなって思います。はい。で、その後ね、今回はお題がどのような街を実現したいかということなので、将来的に実現したい、将来像を記載するわけですね。例えばその人口減少時代において、高齢者の方々を含め、あらゆる世代が生き生きと暮らしていくことによって、活力を、保っていくことができる街とか、まあそういった内容をこう記載したりします。で、そうするとですね、じゃあそれを実現する上で市が抱える課題として一つ目何があるか、二つ目何があるかっていうのをこう書くわけですね。で、さらにその解決策を一番目、二番目って書いた上で、最後に抱負を述べるという、まあこういった構成で、面接官に分かりやすくまとめるっていうことが大事です。で、そのお題の通りに、ただね、思いついたことをこうダダダダッと作っていくと、こういったプレゼンテーションの資料の構成と違ってですね、かなりなんかこう文字がぎゅうぎゅう詰めになってて、何を伝えたいのかなっていうのがすっごく分かりづらい資料になっていたりするんですよ。もう本当にそういう受験生の方がものすごく多くてですね、やっぱそうならないように、こう複雑なお題が出てもですね、面接官の方パッと見た時に、あ、この人そのこれまで2社経験してるけど主にこういった強みを培っていったんだなっていうのがすぐわかる構成を心がけてもらえるといいかなって思います。で、あと実現したいことについても、人口減少進んでる中で街をどのように、変えていくべきか、どのように改善していくべきかとか、そういうことを解説しなきゃいけないんですけれど、その時にね、課題1、課題2って、もうもっといろんな課題あるかもしれないんですけど、論点を整理してそれに対して具体的にどのように解決していくかということ、これを記載するっていうことが、大事です。で、あとはですね、まあ、最後に方法を述べるってことで、その解決策ね、これらを実施していく上でですね、自分がその、先ほど述べた、強みを生かして、これらの解決策を実施して、町の持続的発展を促していきますとか、まあ、そういう構成に作っていくことができたりするわけでございます。はい。で、今回はね、もうネット上に公開する資料なので、デザインに関しては、かなり簡略化してるというか、省略してるものになります。この箇条書きで、まあ、記載っていうところもあって、ここは、このまま黒枠で大丈夫なんですけれど、例えばタイトルはね、もうちょっとここ着色して目立つようにしてもいいかなって思いますし、ちょっとそういう細かいところのデザインまでね、細かいところのデザイン加工まで、して完成させちゃったものを公開して、で、皆さんなんか同じ資料を使い出して、それでね、ちょっとうちの塾の動画見てる方同士で、なんかみんなが同じテンプレ使ってるって怪しまれるのはまずいので、だからこそ今回はそのデザインをかなり簡略化したものを公開したんですけれど、ですけど、まあ、この資料に基づいてですね、あなたオリジナルのデザイン加工をしていただければ、十分そのオリジナルのものとなりますので、で、それでプレゼンテーション面接控えている方はね、しっかりと自分の考えをこう理論立てて分かりやすく作ってもらえればいいかなと思います。
で、まあ、神奈川県庁に関してはですね、職務経験関係なく、社会的課題を一つ挙げた上で、どのように解決すべきか述べなさいという内容になっています。で、これもですね、先ほどプレゼンで解説した内容と一緒です。その課題一つ挙げた上で何に取り組んでいくべきかっていうことはもう1番目にこれ2番目にこれとでその1番目2番目具体的に何やっていくかっていうことを詳しくね話すようにしてください。ここで3点目4点目これもやっていくべきっていろいろ話したいがために広く浅くなってしまって面接官が具体的に何をしたいのかわからないというプレゼンになっている方ものすごく多いです。なのでね、神奈川県の、キャリアフリー枠、受けてる方ですね、プレゼン面接でどんな施策をやっていくべきか、ちゃんと論点絞った上で具体的に何をやるのかっていうのが分かりやすいようにプレゼンすることを心がけてもらえればと思います。はい、では今日の講義は以上となります。ありがとうございました。